ありがとうございます。ありがとうございます。これ、下はトマト、モッツァレラチーズで中、真ん中がイベリコのハムでカプレーゼになってます。手前にね、緑のソースがあるから、それが、バジルのソース、はい、うん。で、その下行ってもらって、サラミの下にちょっと隠れているのが砂ずり、うんうん。砂ずりをスパイスで炒めたものですね。うん、で、その上が、イベリコのハムのピッカンテ、ちょっと粗いサラミですね。で、そのまますぐ、まっすぐ一番下行ってもらって、鴨肉。はい、ローストしてで奈良漬けのピューレを使ってます。だからサバのエスカベッシュ、はい、南蛮漬けですね。で、じゃがいもの上に明石のタコで大和ポークのハム、マスタードのソースで、一番上が鶏肉ガランティーヌ、外がもも肉で中はミンチ入れてるハムですね。あ、でフルーツ、トマト、タケノコ、タケノコは、シソでのピューレでマリネしてある。パンの上に乗っているのが、カツオタルタル、はい、新玉ねぎとでナンプラーとレモン汁、ケイパー、ちょっと酸味が合う感じ、はい、でキノコが吉野のブナシメジをバルサミコでマリネしてある。でラディッシュの下に引いているのがクリームチーズとブラックオリーブの、ペースト、はい、でパンの上に乗っているのが鶏のレバーペースト、上にちょっとチョコレート乗ってます、はい、で真ん中が、キッシュになってるんですけど、新玉ねぎと自家製のパンチェッタ使って具にしてある。でブロッコリーのアリオリ、ラップエンドウの上に乗ってるのが、粉井ひしおって言って、お醤油のちょっと手前、
うん、それを、マヨネーズとあえたソース、はい、以上です。おお、ふわふわ。こんなに柔らかいよ。箸で取れちゃう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。今日はチルするね。Technically, they can eat this tree, right? Yeah. かわいいじゃん。